キャラクターラージオブジェクトとはデータベース管理システムにおいてキャラクター型を格納する場合のデータ型であり一般に表とは別の場所に格納され表から参照されるものを言う。オラクルや IBM DB2 では明示的にクラーブと呼んでおり他のデータベースでも同様の概念が存在している。テキスト、メモ、ロングキャラクターといった故障もある。クラブのサイズ制限はかなり緩く 2バイトかそれ以上のレベルであることが多い。容量が大きい反面、アクセス方法は制限されている。特に一部のデータベースシステムでは、クラーブに対して、ライクやサブストリングといった SQL 説の使用を制限している。クラーブ型のデータに対して、大体のアクセス手段が提供されることが多い。クラーブからある範囲のデータを抽出したり、 逆に挿入したりするといった手段がある。クラーブの格納パターンはデータベースシステムによって異なる。常に表の外部に格納して表には参照を埋め込むものや小さめのクラーブは表にそのまま格納するものがある。格納パターンを設定可能なシステムもある。クラーブは指定された文字コードのデータになっており、ブロブとは区別されている。ありがとうございます。